みんな心の中でお姫様です。あ、そうだよね。男の子だってお姫様になれるからね。そう、間違ってない。男の子だってお姫様になれるし、女の子だって王子様になれるんだよね。それはそう、間違ってないよ。悪くない。どこの子だって王子様になるかお姫様になるか選ぶ選択肢ぐらいあるよな。お嬢様がご希望でしたら私たちも女の子で。おい、自我を受けろ。自我を持って、自我を。ちゃんとダメダメダメ。ダメダメ。なりたきゃなれ。なりたきゃなればいいし。なりたきゃなりゃいいし、別になりたくないんだったら、別に普通に男の人のままでも全然いいと思うよ。お前ら見えるか、これがお前らの恐怖だ。進撃の巨人の歌どれだ。進撃の巨人の歌、進撃の巨人、進撃の巨人の歌出てこないよ。これかな。あ、ちょ、これアニメが流れちゃう。ちょ、あ、アニメが流れてしまいます。こんなことって。え、なんで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 、こんななんかエモい感じの音楽流れるの。ちょっとなんか何かな、いい感じのやつ。あ、これこんなんやっけ。なんかこれなんかもっとなんかええ感じのやつ。おい、この顔で緊張感出ないなとか、おい、なんてこと言うんだよ、こんな一生懸命進撃の巨人のごっこしてんのに。おい、なんてこと言うんだよ、緊張感出ないなとか。あんなこと言うねん。ああ、一番大事なとこや。あー、これ一番大事なところやった。今うるせえ音でけえ、耳壊れるって。ある日人類は思い出した。本当に声だからネタがわかんねえリスナーはよ、本当にお前そんなんだから彼女できねえんだよ。ごめん、言い過ぎた。ごめん、彼女いないの気にしてるのに。ごめん、傷つけちゃった、また。私またリスナーのこと傷つけちゃった。ごめん、ごめんね。お宅に彼女いないのなんて、そんなの分かりきってるのに。傷つけちゃった。本当のことを言ってごめん。取材として彼女になれ。おい、お前やばいって言ってること。
What? またオタクが怒ってる。オタクってすぐ怒るよね。ほんと。昨日ね、やっと中国限定のなんかチョコレートのさ、ゴディバのチョコレートに勝利先生がついてくる。勝利先生勝利先生の色紙がついてくるっていうグッズが届いたんですよ、昨日やっと。3月、ホワイトデーに販売だったから、3月以降の販売だったんだけど、3月の6日に予約して、今6月28日。まあ5月ぐらいまでロックダウンとかいろいろあったから、まあ、それはしゃあないなって感じだよね、それはね。で、でも、なんか、6月に着きますよって連絡来てて、あ、そう、と思ってましたら、6月28まで届かなくて、あややややや、って感じだったし、チョコレートがドロドロに溶けてたんだよね。これ何がやばいって。届いたチョコレート全部溶けてて食べれなかった辛かった。いや、色紙汚れてなくてよかった、マジで。中国語話せますか？じゃ、ザジャハオ、ワイシャンハオ、シシダジャ、シャオランポー、シンジャオラオス、シンジャオラオス、中国語勉強してるときにエビで人を殺してしまったことがあります。へへ